2012年にアクレ州で空撮されたアマゾン熱帯雨林に居住する未接触部族。未接触部族、あるいは非接触部族とは、自らの選択、または周囲の状況によって、ファーストコンタクトや、より巨大な文明との生活に大きな影響を与える接触を行っていない部族のことである。世界の一体化により、 その数は21世紀を迎えるまでに極めて少数となっている。先住民の保護活動を行う NGO サバイバルインターナショナルによると2013年時点で全世界には未接触部族が100以上あると推定されている。未接触部族が居住する地域はいずれも国民国家の領土となっている。だが国連が定義する先住民の権利には 孤立したまま暮らす権利も含まれており、未接触部族が望まない接触は彼らの事故、決定権を侵害するものであると先住権問題の活動家は主張している。未接触部族は飛行機の頭上通過を含めて何らかの形で外部との接触。その上で未接触部族が外部者との接触を拒否する理由として人類学者は過去の歴史によって部族が 外部に対する恐怖を持っているからだと考えている。アメリカ大陸のインディアンのように、孤立した部族はしばしば外部から殺害ないし、奴隷化され、外部者を恐れることを学んだ部族はそのメッセージを、口頭で伝承してきたのである。孤立した部族に対する攻撃は21世紀に入っても確認されており、南アメリカ大陸では、違法な森林伐採や石油、 ガスの採掘で非接触部族が生活地を失ったり外部者による虐殺行為が発覚したりしている。一方で接触を試みる外部者に対し積極的な反撃を行う非接触部族もおり侵略者とみなした外部者を弓矢で攻撃して死傷させた事例や未接触部族の調査のために居住地の上空を飛行した飛行機に矢を放った事例もある。一方で 未接触部族の側から外部へ接触してくるケースも報告されている。未接触部族は謎に満ちた部族と扱われることもあるが、言葉が似通った部族が仲介することでコミュニケーションを取ることができる部族もおり、ペルーのマシコピロ族のように研究が進んでいる部族もある。ただし、未接触部族は感染に対する免疫力が不足している可能性があり、 未接触部族にとって、文明側との接触は病気の伝染によって大幅に、構成員を減少させるリスクがある。実際、非接触部族の見学を目的とした、観光客が病原体を持ち込んだため、マシコピロ族で病気が蔓延する問題が生じている。未接触部族が居住する地域。出展は、Wikimedia Commons の該当ページに記載された、サマリー欄を参照のこと。 先住民の保護活動を行う NGO サバイバルインターナショナルによると2013年時点で未接触部族が確実に居住している地域はアマゾン熱帯雨林を中心とする南アメリカ大陸イリアンジャヤおよびアンダマン諸島の3カ所であるマレー半島と中部アフリカにも居住している可能性があるが確認が取れていない国別に見ると ブラジルは未接触部族の存在が最も多く確認されている国で各種調査を通じて77の部族が特定されている。また、ペルーにはおよそ15の部族が存在し、インドネシアには数十、ブラジルペルー以外の南米諸国に少数、インドには2つの部族がいると考えられている。他に、マレーシアに居住する一部のテミアル族が、 熱帯雨林の奥深くで外部と未接触の生活を送っているが、サバイバルインターナショナルは彼らを未接触部族と認定していない。ありがとうございます。